はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、日本一を達成しました2008年の開幕オーダーでリアタイやっていきたいと思います。2008年と言いますと、21度目のリーグ優勝と13度目の日本一に輝いたシーズンでありました。開幕オーダーの1番から6番まで、中には A ランクの選手も混ざっていますが、持ってる選手で固めることできましたので、そちらの方でリアタイやっていきたいと思います。そちらのオーダーがこちらです。こちらが持っている選手を詰め込んだ2008年の開幕オーダーとなっております。肝心な入荷、片岡さんと中島さんは S ランク持ってませんので、今回は A ランクでいきたいと思います。中島さんはこの日のために特のアーティストをマックスにしました。ライトにはこの前初使用動画を出しました GG 佐藤さん、レフトには栗山さん、サードはおかわりくんとなっていますが、今から14年前、もう14年経った今でも西武ライオンズの一軍で活躍を続けているこの2人は本当に西武のレジェンドだと思います。ファースの方にはもしかしたら今回の主役になるかもしれないグラデル選手を置いてます。グラデル選手はやはり阪神の印象は強いと思います。ただ2008年の1年だけ西武の4番バッターとして在籍していた時期がありました。もしかしたら西武の OB で来てくれないかという期待も込めて極みにしてずっとスタンバイをさせています。ちなみに DH にはこの2008年のドラフトで3位として選ばれました浅村さんを起用しようと思います。打順も1番から6番まで開幕オーダーとは同じ並びで、1番から片岡さん、栗山さん、中島さん、グラデル選手、 GG 佐藤さん、おかわりくんという並びで挑みたいと思います。現在は16勝5敗でゴールドランクの5まで上がることができてますが、できれば無敗でこの2008年開幕オーダーでプラチナランクに上がりたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。さあ早速2008年の開幕オーダーでどんどんね打っていきたいと思います。球審最中ですので、ちょっと変化球を泳ぐかもしれない。さあまずは片岡さん。片岡さんは盗塁王と、盗塁王と最多安打をね獲得しました。50盗塁、167本のヒットをね打って。うわ、ナイマッチ。ああ、惜しい。さあ、ベテラン。2008年からね、今もずっと活躍をなされているという栗山さんですけども。さっき片岡さんね、最多安打と言いましたが、この栗山さんも一緒に。ダブル受賞してましたね、最多安打617本で2人並んで1、2番で最多安打はすごくないですか。もううわー、何やってんじゃ俺。うわー、早速つけたアーティストがちゃんと出てくれた。中島さんは最高出塁率達成しました、4割1分という。うわ、えっ、いった。あー、惜しい、ナイマッチ。中島さんは次絶対取るわ。さあ、そしてもう主役といっては過言のね、グラデル選手。一人だけ阪神のユニフォームっていうね。グラデル選手はね、27本のホームランを打って打点も稼いでましたが、後半戦から、ほんと終盤になってから出てませんでしたね。ポストシーズンも出てなかったですので。お、ほら、おお、さすが4番の位置だ。グラデル選手いいぞ。さあ、そして GG、この前の動画の主役でしたけども、ちょっとね、球審差やっててね、GG 佐藤選手すごい打ちやすい。ちょっとえぐいホームラン打ってましたから。あ、惜しい。やっと、あのライナーかい。あ、先発は開幕投手であった涌井さんで、でも A ランクなんですよね、涌井さんも。まあ、ちょっと外攻めるか。涌井さん茶髪だし若いし、この TS 何年だったっけ、2010年8年。この年は渡辺久信監督、ダビキューさんの1年目のシーズンでしたね。あ、いいよ、片岡さん。いい守備だ。もう4月から1位を明け渡してなかったんですかね。この、ちょっと今、資料見ながら見てますけども。あ、ま、あぶねえ。CS 第2戦では日本ハムを倒して、そして日本シリーズでは巨人とのね、死闘を演じて、4勝3敗で日本一に輝いてましたが。あ、取れ、ブラジル。日本シリーズの第4戦でしたかね。まあ、前は西武ドームと言われてましたけども。ゲッツ。あ、惜しい。まあ、第4戦で確かピッチャーがグレイシンガー投手で、中島さんが確かデッドボールを当てられて、ちょっと乱闘気味になった直後のあの、おかわりくんのね、ホームランがもうエグすぎて、YouTube に出てるんですけども、あれは何回見ても素晴らしい。お、来た、このタイピンレベル1。ちゃっかりつけてるタイピン。あー、いいよ、ビタビタ。これ振ってくんないかな。
やっぱきついか。ちょっと現実を見せられた。第7戦も印象に残ってるんですよね。デッドボール出て盗塁してバントで送られて、で内野ゴロのギャンブルスタートで同点に追いついたシーンが今でもなぜか印象に残ってます。よし、おかわり君来た。広角アーティスト、おかわり君も2008年から栗山さんと同様、もうずっと西武で出場し続けているレジェンドでありますけども、この年はホームラン王に輝いてましたね。46本。フラデル選手が出なかった終盤からポストシーズンにかけてはずっと4番を打ってましたね。このように46本のホームランを打った。浅村さんはね、この年にドラフト3位で入ってましたね。うわ、来たー、2者連続。これがね、成長の後ですよ、浅村さんの。この年のね、センターのボカチカ選手でしたね。ボカチカっていう響きがすごい懐かしくて、試合数は少なかったですが20本ホームランってましたね。落ちない。この年のキャッチャーがあの細川さん、懐かしい細川さん。個人的にはちょっとソフトバンクのイメージがまだ強いですかね。よいしょ。そっからロッテ、楽天と4球団を渡り歩いた名捕手でしたから。ケイ・サズキさん、これあれどうしたっけ。さあ1番に帰って加藤さん、さっきいい当たり打ってた。ミート豆、ここは攻めて抑えたいですね。ちょっと取れるよ。栗山さん、怒れない栗山さんには。ちょっと開幕のね、もう一人紹介できなかったですけど、松坂健太さんがレフトでスタメンとして出てましたね。松坂さんちょっと病気をしてしまって、そこからなかなか成績が伸ばせなかった。よし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 、ちょっとここ抑えたいよ。無敗でいきたいよ、プラチナは。あー、うわ、マジか。よし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 、ナイスノーマル。この3人で点取りたいぞ。あー、もう松井和夫さんに続くであろうミスターレオ。あ、イブシギンも出てほしかった。待って、こんな好試合を通信で終わるわけにはいかないだろう。相手も、え、来るでしょさすがに。待つよ俺は。来るでしょ絶対。いや、来る。俺は待つ。さあ、今回の先発は岸さんですので、もう打たれたら多分変えます。リアタイ的にはかなり厳しい投手ですので、得点は強いんですけどね、超伸び20丸コントロール、このカーブを使ってですね、攻めて いこうと。うん、よしよしよし、いいよ。このカーブをね、打ってくれると助かる。この今、楽天でも輝いてる岸さんですけども、このやっぱストレートがね、本当にすごい。今でも美しいストレート。惚れるもん。あ、よし、打たれた。入る。岸さんを先発にしましたので、松本渡君を中継ぎで、ここは攻めて抑えたい。全勝がかかってますので。よっしゃー、いいよ。村上君を抑えたのは自信になったんじゃない。よっしゃ、そうそうそう、打ちたいぞ。この最短打でセカンドは浅村さんと殿崎さんがいますので取らなかったんですよね自分。よし、出た、ナイス。ちょっといいな、2008年オーダー楽しいわ。今度はね、しっかり片岡さんも中島さんも取って S ランクで固めたいですね。つなげ、あー惜しい。いやー、弾道上がらんか。頼むぞブラゼル、また4番の仕事を見せてくれ。ジジイ、あ、さよなら男ね、どうしても出ないねこの人。裏さよなら男だほう。よしよしよし、オッケー、ナイボッチ。まさかこの年のドラフト3位の選手が決めるのか。実質2008年だったらまた高校生ですからね、浅村さん。よし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 、見えたよ浅村さん、高校生じゃないよ。選球眼のこの鋭さ、さすが大阪桐蔭。